こう朝の集合が早かったんです。で私は別に普段そんな朝早いから平気だったんですけど、ちょっと待って、一番最初に私がたどり着いたのね、集合場所。誰もいなくて、誰もいなさすぎて、あれ私もしかして時間間違えたってマジ冷やす書いたんだけど、その後にあのふみのたまきさんが来て、そうそう、もうこうそれはそれはすごくこう眠そうに来られてね、で私の隣にこう座られて、そうそう、なんかあ、なんかこう来たんだみたいな感じで、偉いね私たちみたいな。それなんかやっぱ具合を崩されてた、体調崩されてたから、その直前までやっぱりなんかまだしんどいっていうか、そうギリギリまであの体調があれでみたいな、あんま寝れてなかったみたいな、確かそんな感じだったんだけど、いやなんかさ、玉木さんってね結構そんなにこうおしゃべりをさ気ままな方じゃないけどね、なんかね気を使ってというかすごく話しかけてくれたのよ。だからあ、でも私が大丈夫ですよ、今私しかいないですし、全然気を使わずゆっくりしていいですよって、なんなら寝ても大丈夫ですよって。そしたらね、めっちゃ可愛いんだけど、わかったって言って椅子をガガガガって私の方に持ってきて、私のね肩を背もたれにして寝始めたの。めっちゃ可愛いけどめっちゃふてぶてしくないこの猫って思って、でもねたまらなく可愛かったの。でもなんかね、このどっちもの気持ち、すげーふてぶてしいっていう気持ちと、めっちゃ可愛いへっきゅんってなって、いやさすが玉木さん、いやふみの玉木様ってなった。この野良猫すぎるって思って、でもそっからそうにゃんみたいな感じでしゃんってなって、めっちゃ可愛いの、懐いてくれたんかなって思って。そうなんか最初結構クリスマスの時とか、そんなまださあんまりこう話せたけど、うん、そう猫らしい距離の詰め方だって思って、めっちゃ可愛いよね、うん、でその後でもこう他のライバーさんとかがわってきて、 でもね、まあ、それでもくっついてくれてたね。でもね寝れはしてなかったね。